こんにちは、空の香りです。今回は少しあると何かと便利なパセリをハイドロボールを使った溶液栽培で苗から育ててみました。去年は種から育ててみたんですけれども、ハイドロボールだったせいか発芽率も低いし成長がとっても遅かったんですね。なので今年は園芸店で68円の苗を見つけたので迷わずこちらを買ってきました。まずはポットに植えてある土を取り除いていきたいと思います。土が流れないようにあらかじめ排水口に不織布の水切り袋でガードをしておきました。手で取ろうとすると根っこが傷むので、まずは流水をかけて土を落としていきます。パセリは移植が嫌いな植物なんだそうですけれども、キッチンの窓辺で育てたかったので、せめて丁寧に扱ってあげたいところです。周りの土がだいたい取れたら、今度は溜めた水の中で根っこの中についた土を落としていきます。この時も無理に土を取らないで優しく揺すりながら取り除きます。このようにですね、きれいに根っこだけになりました。それではハイドロボールに植えていきます。まずダイソーだったと思いますけれども、100円ショップで購入した容器を用意します。そして一回り小さいプラカップも用意します。私はスタバのプラカップがあったのでこれを使いました。あとはハイドロボールと液体肥料も用意します。プラカップは加工をして水が浸透する穴を作ります。穴を開ける道具は何でも良いんですけれども、火で熱したキリとかハンダゴテを使うと便利です。私はダイソーで買った500円のハンダゴテを愛用しています。穴の数や位置は特に根拠はないんですけれども、下の方に2列に開けてみました。穴開けが終わりました。ここへハイドロボールを入れていきます。これもダイソーで購入できますけれども、小粒か中粒のものがおすすめです。ある程度入ったらパセリの苗も入れていきます。最後はですね、根っこを傷めないように注意をしながら割り箸などを使って苗を安定させます。植え付けが終わりました。植え付けたプラカップを容器に入れます。そこへ一定の量に薄めた液体肥料を入れていきます。入れる量はハイドロボールが3分の1程度浸れば OK です。これで植え替えが完了しました。キッチンの窓辺に置いて液肥を足しながら様子を見ます。やはり植え替えには弱いのか、根っこが水栽培用でないこともあって、植え替えからしばらくはクタッとしていたんですけれども、1、2週間ほど経つと新しい根っこが生えてきたのか復活してきたのでほっとしました。キッチンで育てる予定だったんですけれども、できるだけ日光に当てて元気になってもらおうと思って、こちらの南向きの出窓に移動しました。間の映像を撮り忘れていて、すでに41日が経過しています。外側の葉っぱを茎元からちょこちょこと収穫をしているんですけれども、内側からも新しい葉っぱが出て地味に増え続けています。収穫をしないで放っておくと、このように外側の茎が倒れてきて枯れてきたりもするので、この日もこれから収穫をするところです。
パセリは日光が好きな植物なんですけれども、日に当たりすぎると葉っぱが硬くなったり乾燥もしやすいので、半日陰か窓越しくらいが管理がしやすいと思います。また暑さ寒さに強いと言われているんですけれども、経験上真夏や真冬は生育がとてもゆっくりになります。大丈夫かなと心配していると、秋とか春に急に新芽が増え出すので、溶液だけは切らさないようにします。昨年育てたパセリもこの場所で夏冬越せました。香りが強いので室内だとほぼ虫の心配もないんですけれども、一応アブラムシには警戒が必要です。一年中育てることができるのですけれども、春に到達をしてきてしまうので、花が咲いたら生育が止まって終了です。春から育てれば次の春に花が咲くまで育てられます。咲き終わった種からまた育てれば無限栽培も可能ですよね。と言いつつ、私は苗を買ってしまいましたけれども、来年はたくさん種が取れたら試してみようかなと思います。一度に取りすぎると成長も見た目も悪くなるので、このくらいにしておきます。取れたてのパセリで早速おかずを作っているところです。茹でた新じゃがに粗く刻んだパセリを加えてですね、お塩とブラックペッパーを振ります。マヨネーズも適当に入れて混ぜ合わせます。器に盛って出来上がりです。新じゃがの甘さとパセリの苦味がとてもあって美味しいです。それから2週間後、地味に葉っぱが増えています。先日収穫した茎の残りは枯れてポロポロと取れる状態なので取り除いておきます。こんな感じでいつの間にか増えているので、料理のアクセントに少し摘み取って使ったりもして、窓辺に一株あるととても便利です。今回はここで終了しますけれども、もし何か変化などありましたら追ってまた動画にさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。